デクナが2021年度からアメリカの研究所などと進めてきた北東アジア核兵器使用リスク削減プロジェクト。核の使用に至るシナリオや被害のシミュレーションから核抑止力はかえって地域の緊張を高めると指摘。最終報告書として5カ国に対する22の提言を示しました。国家指導者の先制的暗殺をしないことを公約すべきなど、緊張緩和と信頼醸成で抑止力への依存度を下げるよう求めています。いわゆる使える核の実験や開発がないというのが、それが一番進むのは問われます。核抑止が壊れた場合ターゲットになるのは結局核の傘の切りがターゲットになってしまうということで、核抑止に依存することのリスクということを認識していただきたい。核兵器の使用リスクを下げる具体的行動を提言した最終報告書は、各国の政策決定者に送付されることになっています。